日本が世界に誇る最先端の技術を駆使した新幹線がついにアメリカに上陸しようとしています。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回はついにテキサス新幹線の内装の情報が公開され、アメリカから興奮の声が殺到の話題です。海外、待ちきれない。海外では台湾で日本の新幹線が導入されていますが、アジア以外では初となる新幹線のプロジェクトがアメリカで計画されていました。それがテキサス新幹線です。そのテキサス新幹線が昨年10月についに着工の最終承認がおり発表されました。これは2026年の開業を目指しており、完成すると今まで車で5時間近くかかっていたヒューストンからダラス間をゆったりと快適に90分で行くことができる、まさに夢のプロジェクトです。プロジェクトは日本の新幹線方式で建設し、 N700 の改良版が導入されることになっており、 JR 東海が技術支援に加え出資も検討しています。そんなテキサス新幹線の開通予定は2026年ですが、先日ついに内装の情報が公開されました。それによると、高速 Wi-Fi 搭載、2人掛け席のみ、一般的な飛行機よりも2倍の大きさを持つ窓、小型の飛行機より広い座席と通路と足元など、飛行機よりも快適な旅になると思われることが強くアピールされていました。当初の開通予定は2023年でしたが、現時点で2026年に延期となるなど、あまり具体的な情報が出てなかっただけに、今回内装の情報が公開され、しかも質の高い内装だったこともあり、現地アメリカの人々からは興奮が伝わってくるコメントが殺到しています。その一部をご紹介しますのでご覧ください。アメリカ人の反応。ついに本当に本当に実現するってことだよね。うおー、めちゃくちゃかっこいいぜ。今まで電車のファンでは全くなかったけど、テキサスに来る新幹線に関してはやばいくらい興奮してるよ。早くこのビューティフルガールに会いたいな。アメリカのインフラには問題が多いのは間違いない。より多くの人が公共交通機関を利用するようになるのは最高だ。実際に乗る日が今から待ちきれないよ。団体客用に座席をアレンジできるのはいいね。とはいえ、ほとんどの一人客やカップルは赤の他人と向かい合わせになるよりも前の座席の後ろ姿を見ていたいだろうけど。日本製なんだ。間違いなく快適な旅ができるだろうな。ついに新幹線がアメリカに来るぞ。また延期になりそうな気もするけど、こうして具体的な情報が出てきたのは嬉しいよ。でも新幹線導入は本当にいいアイデアなの？私たちの税金が使われるわけなんだから。政府のお金が使われることはないよ。運営会社は公金が投入されることを断ったから。もし今まで一度も新幹線を使ったことがない人が乗ったら、今までの旅の価値観が大きく変わることになると思うよ。誰も口にしない疑問が一つある。つまり、なぜ作る？早いし安いし環境にもいいからさ。私がヨーロッパに関して一番気に入ってるのは、綺麗で早い高速鉄道があることなんだよね。ガソリン代や空港の駐車場代を考えると、飛行機を使うよりも安く旅ができるんだ。高速鉄道ってなんか危なっかしく見える。今までアメリカで経験したどんな旅よりもはるかに素晴らしい経験ができるので、ご心配なく。この計画には大賛成だよ。でもこういう記事に使われる写真には納得できないね。実際には友人同士で楽しく会話をするわけじゃなくて、みんなスマホをいじってるんだから、実態に即した写真を使わないとね。でも笑顔でサラダを食べるモデルより現実的だろ。テーブルはついてないの？あればノートパソコンで作業しやすいのにな。確か新幹線なら全席ついてると思ってたんだけどな。前の席の後ろに折りたたみ式のテーブルがあって、乗ってる間は自由に使うことができるよ。
あと座席を簡単に回転させられるから、友人、家族、同僚と向かい合わせで旅を楽しめるんだよ。見た感じは素晴らしいね。だけどどうしてシートベルトがついてないの？走りがスムーズだからシートベルトは必要ないんだよ。僕たちは新幹線に数えきれないくらい乗ってるけど、あれ以上の旅の経験はまずできないだろうと思ってる。あれじゃ航空会社は圧倒されることになるはずだよ。高速鉄道はいらない。大きな判断ミスだ。カリフォルニアの高速鉄道計画だってうまくいってないじゃないか。テキサスの場合はトンネルを掘る必要がないからな。カリフォルニアの数分の1の予算で済むぞ。綺麗な牧場や農場を破壊するんだぞ。飛べばいいんだよ。そっちの方が早く着くよ。ダラスまで俺は飛行機で、同僚たちは車で、どっちが先に着くか勝負したら彼らの方が早かった。飛行機は出発の1時間前に空港にいる必要がある。そのことを忘れちゃいけないね。二度とダラスに行くのに飛行機は使わないよ。だって時間とお金の無駄になるだけだから。誰が何と言おうと賛成だ。俺たちは 100% 運営会社を支持する。アメリカの大地に新幹線を走らせようよ。昔はテキサス州の都市という都市が鉄道で結ばれてたんだ。もう一度そういう時代が戻ってくるといいんだがな。いずれにしても車を使わなくても旅ができるのはいいことだ。テキサス新幹線、もうすでに完成を待つ気力が失せてるんだが。高速鉄道よりメトロを建設するべき。どうして高速鉄道にこだわるのか誰か説明してくれない？なぜならこの民間の高速鉄道に政府は関与してないからさ。飛行機が全部この新幹線並みの内装だったらいいのにな。前に電車で数千キロの旅をした時は、座席が新幹線とは違ってリクライニングじゃなくて地獄だったよ。本当に待ちきれない。重い荷物を持たずに旅ができるなんてどんな気分なんだろう。ヒューストンに住む娘と孫に会いに行くときに良さそうね。車で行くと孤独な長いドライブになるし、飛行機に乗るときの煩雑さも嫌いだし。自分は70年代から新幹線を待ちわびてた。テキサスを走る700系新幹線を早く見たいな。早く開通してほしい。もう長距離の運転は本気で嫌だよ。以上がアメリカ人の反応です。やはり日本が誇る新幹線への期待はものすごいですね。新幹線は日本の誇る鉄道技術の最高峰であり、世界で最も正確で安全な走行システムを採用しています。2050年には全米の人口のほぼ半分がテキサス州、フロリダ州、カリフォルニア州に集中すると言われているようです。そんなテキサスの未来を見据え、時間がかかっても世界一安全な新幹線のシステムで喜んで利用してもらったら本当に素晴らしいことですね。日本人としても誇らしいです。1分の狂いもない正確な運行スケジュール、迅速で確実な清掃システムなど、新幹線はその乗車体験そのものが日本の誇りであり宝であると思います。日本人としてテキサス新幹線の完成を応援したいなって思いました。皆さんもご意見や感想がございましたら、ぜひコメント欄お願いします。よかったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。それからシェアしてくれたらとっても嬉しいです。よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。